トラアクションフィギュアでウルトラウーマンの商品化は初めて。そしてなんといってもブラザーズマントですよね。落ち着いて、心の目で見て。え、ちょっとつみ何してんの。楽しそうだ ね、 ねバレちゃいました、うん、バレちゃいましたって。実はウルトラマンと怪獣のアイテムがたくさん出たんですよ。それで遊んでました。気になりますか。気になっちゃうね。それ気になりますよ。そう言うと思って、うん、はい、じゃん。予想外のものを。今日はみんなで楽しく遊びながらフィギュアを紹介できる企画を考えてきました。楽しみ、はい、うん、このウルトラマンや怪獣たちの魅力をいっぱい知れるゲームとなっているので、うん、この後紹介していきますね、うん、それでは早速やっていこう。バンバニー、まずはウルトラアクションフィギュアから紹介していきます。今回のラインナップはウルトラアクションフィギュア、ウルトラウーマングリージョ、ウルトラアクションフィギュア、特空機2号ウィンダム、ウルトラアクションフィギュア、ゾフィー、ウルトラアクションフィギュア、ウルトラマンジャックです。それでは一つずつ見ていきましょう。ウルトラアクションフィギュア、ウルトラウーマングリージョを紹介していきます。ウルトラアクションフィギュアでウルトラウーマンの商品化は初めてということで、すごいですよ。この造形めちゃめちゃ細かく作られております。この女性型ボディを再現するために一回り小さくなっているということで、早速ね、お兄ちゃんたちをお呼びしましょう。これまでに発売されたウルトラマンロスフレームとウルトラマンブルアクアを用意しました。こうやって見るとウルトラウーマングリージョが一回り小さいことがよくわかりますね。兄弟の並び最高。もうすでにね、この2つのアクションフィギュアを持っている人は絶対にゲットしたい1体となっております。一回りね、小さい造形とプロポーションだけじゃなくって、このね、体に入っている鮮やかなオレンジのラインも綺麗に再現されております。こちらはウルトラアクションフィギュアということで、全身18箇所稼働します。ウルトラウーマングリージョの可愛らしいポージングをもう一ポーズやってみましょう。ポージングができました。ハッピー全開なキュートなウルトラウーマングリージョを再現することもできちゃいます。ぜひね、皆さんも可愛らしいポージングでディスプレイしてみてください。バンマニ、次はウルトラアクションフィギュア特空機2号ウィンダムを見ていきます。全体を見ただけでも造形がすごく細かいのが伝わってきますね。このウィンダム特有の腕や足を見ていただきたいんですけど、この一段一段段状になっているところだったり、この丸い造形も一つ一つすごく細かく作られています。なんとこの肩から二の腕、そして肘、手首までこう自由に動かすことができます。こんなに可動箇所がたくさんあるといろんな動きを再現できるので嬉しいですよね。そしてさらに股関節が90度も曲がるんですよね。そして膝も曲がり、足首も自由に動かせちゃいます。劇中で走っているシーンがあるんですけど、それを再現できるほど広い可動域になっています。そしてこちらには必殺技のウィンダム陽子インパクトを再現できるパーツも付属しています。実際につけてみたいと思います。このようにすごく簡単に取り付けることができます。こちらは別売りのウルトラアクションフィギュアウルトラマン Z 各種やウルトラアクションフィギュア特空機1号セブンガーと組み合わせると、さらに遊びの幅が広がって、もう劇中再現をしたくなりますね。皆さんもぜひたくさん集めて劇中再現を楽しんでみてください。バンマニ、次はウルトラアクションフィギュアゾフィーを紹介します。皆さん、待望のゾフィーが商品化されました。さすがウルトラアクションフィギュア、めちゃくちゃクオリティが高いですよね。このポージングも相まって惚れ惚れしてしまうかっこよさがありますね。このシルバーの発色、非常に綺麗ですよね。ちょっと角度を変えても輝いて見えます。かっけー。肩から胸にかけて丸状の突起物があると思うんですけど、これはスターマークって言うんですけど、これがね、非常にかっこいいですよね。ゾフィーのこの特徴的なマークがね、再現されています。
次に見てほしいのがこのカラータイマーですよね。メタリックブルーの発色、非常に綺麗です。ウルトラアクションフィギュア、ゾフィーは全身18箇所が稼働します。そしてこちらのブラザーズマントが付属するんです。待ってました、ブラザーズマント、これめちゃくちゃ嬉しいですよね。早速つけてみましょう。ブラザーズマントをつけました。めちゃくちゃかっこよすぎる。いや、ウルトラ6兄弟の貫禄が現れましたね。非常にかっこいいです。このブラザーズマントさ、他のウルトラ兄弟に着せることもできるので、ぜひね試してみてください。バンダイマニア、次はウルトラアクションフィギュア、ウルトラマンジャックを紹介します。ゾフィーに続きウルトラマンジャックも待望の商品化されました。これによってですね、なんとウルトラ6兄弟が勢揃いしたんです。めちゃめちゃ嬉しいです。もうずっと待ってました。ウルトラマンジャック特有の体の2本のラインもすごく綺麗にデザインされています。次にウルトラマンジャックの顔を見ていきたいんですが、ウルトラマンとゾフィーも一緒に並べてみました。よく見るとそれぞれ顔の造形が違うんですが、皆さんわかりますか？ジャックなんですが、他のウルトラマンと比べてまず顔がほっそりスタイリッシュになっていますよね。あと目に注目していきたいんですが、ウルトラマンジャック目の作りがですね、実は左右非対称になっているんです。この右目の方が吊り上がった感じになっていますよね。私個人的にこのウルトラマンジャックの顔の作りが非対称になっているところが、表情がちょっとついているような感じですごい好きなんですよね。そしてこちらにはジャックの使用する武器、ウルトラランスが付属しています。こちらはウルトラブレスレットが変形した一つの武器になっていて、この槍がモチーフになっているんですが、ジャックに持たせてみてもすごく迫力のある大きさになっていますよね。相手に向かって槍を投げつけるポーズとかもやってみたくなりますよね。こんな感じでゾフィーに付属していたブラザーズマントをつけてみました。ブラザーズマントをつけることでさらにヒーローの風格を感じられますよね。他のウルトラ6兄弟にもつけて全員で並べて遊んでみたくなります。ウルトラ6兄弟が勢揃いしたので、かっこいい写真を撮っていきたいと思います。バンバニー、こんな感じで写真を撮ってみました。いやー、やっぱりウルトラ6兄弟が揃うと最高にかっこいいですね。そしてウルトラアクションフィギュアはたくさん稼働するので、足も開くし腕も上がるし、首や指先の細かい表現までできちゃうので、ポージングしててもすっごく楽しいです。そしてなんといってもブラザーズマントですよね。これがあるだけでかなりオーラが出ました。皆さんもぜひ6兄弟揃えたり、ブラザーズマントをつけたり、たくさん遊んでみてください。バンマニ、さあここからはお待ちかねつぐみんの企画コーナーです。なんだろうなんだろう。題して、これは何のソフビだ、目隠しウルトラ怪獣クイズです。すごい、うん、目隠しして当てろってこと？そうなんです。今から2人にですね、はい、この目の前にあるウルトラ怪獣のソフビをじっくり観察してもらいます。そしてその後にこの目隠しをつけていただいて、私がモニちゃん、りっくんにこの中のどれか一つのソフビを渡していきます。はい、はい、そして2人にはこう手探りで触っていただいて、何の怪獣か当ててもらうというルールになっております。なるほど、シンプルですけど、はい、結構難しくないですか？ペット星人なんかはちょっと難しそうだね、うん、手探りだけでもこの特徴を感じられるのがもうこのウルトラ怪獣ソフビなので、まあ、ピット星人が当たるかはもう分からないので、確かにね、確かにね、はい、じゃあまあ観察しますかね。はい、早速じっくり見てください。じっくり見ますよ。はい、触っちゃうもんね。触った時の感じ、今のうちにあー、ツルツルなんすよ、ここが。そろそろいいですか？え、そう、いやいや、早いまだ、3、2、1、しか触ってない、終了。早いね、早い。じゃあ、目隠しをつけてください。はい、つけます。おえー、到着。わ、何も見えませんよ。じゃあ、モニちゃんは怖いな、ここにします。じゃあ、りっ
くんはなんだ、可愛いのでこれにしようかな。おどの怪獣か当ててもらいます。シンキングタイムスタート。おいちょっとあおおちょっと待って、これ何か分かるんだけど、はい、どっちの色、一君レベルになると分かるんじゃないですか。色まで分かるんだから落ち着いて、心の目で見て。いやもう全然心の目で見る。確かにそうだよ、私はもう翼が生えちゃってますから。もうこの動きそうでしょ絶対。シンキングタイム終了です。じゃあ森ちゃん、りっくん、回答をお願いします。じゃあ私からいきます。ペギラです。僕はですね、わかりましたよ、ピット星人オレンジバージョン。おオレンジだったんだ。オレンジでいいんですね。はい、二人は目隠しを外してみてください。外します。当たってるでしょうか。あれやったー来た来たオレンジ、あれオレンジ、あれ僕が答えたのはオレンジバージョン。オレンジ、あ、オレンジ、あ、ここか、うん、ということでえモニちゃんはペギラで正解です。やったー、おめでとうございます。正解はピンクだったので、リッくん残念。残念いやこれ難しいよ。いや当てて欲しかったですね。いやそうですね、ちょっと当ててほしい。心の目、心の目が厳しいって悔しいな。ちょっとまたチャレンジしたいですよこれは。ねえまたやりたい。正解したモニちゃんはフィギュアを皆さんに紹介できる権をやったー、ございます。いいなー、おめでとうございます。詳しく紹介しちゃいますよ。間違えたけど、ね、そうですね、りっくんもクイズに参加してくれたのでみんなに紹介できる券プレゼントしちゃいます。ありがとうございます。みんなで紹介しましょう。みんなで紹介するか、うん、よかったね、りっくん。バンマニウルトラ怪獣シリーズ193ペギラを見ていきましょう。特徴的なペギラ当てられてよかった。ペギラはウルトラマン Z でのバトルもね、印象的なウルトラ怪獣になっていますが、まあなんといっても特徴的なのはね、この翼ですよね。翼の部分のこの皮膚のね、シワ感とかもちゃんと再現されてて、鋭い爪もあります。顔にはね、こう2本の鋭い牙が生えてきて、口からね、冷凍光線とかを出していたのが印象的ですが、その口もちゃんと綺麗に造形されています。そして後ろを向かせると、背中もしっかりとゴツゴツしたボディになっていて、尻尾はこうやって左右に動かすこともできちゃいます。そしてもちろん両手の翼もこうやってバサバサっと動かすことができるので、ウルトラマン Z でもね、空中戦やってたと思うので、こう飛んでるようなポージングをしてこう遊ぶこともできちゃいます。バンダイマニア、次はウルトラ怪獣シリーズ195ピット星人ピンクバージョン、ウルトラ怪獣シリーズ196ピット星人オレンジバージョンを紹介します。ウルトラセブンやウルトラマン Z など様々なね、作品に登場したピット星人の2体が同時に商品化されました。早速この顔の部分がね、ちょっと色の違いがありますよね。明るい発色綺麗ですよね。次に見てほしいのがこの目の部分ですよ。ピンクバージョン、オレンジバージョンともに光沢感のある質感になっているんです。いやこのツルツルしてて気持ちいいんですよ。いや非常に可愛らしいですね。2体ともポージングが女性らしさのあるポーズになっているのが、他のウルトラ怪獣シリーズとはまた違った感じがしていいですよね。どっちも揃えたくなっちゃいます。バンマニクイズに登場しなかったソフビも見ていきます。ウルトラ怪獣シリーズ194マガタノオロチです。こちらウルトラマンオーブの強敵だったラスボスが手に取りやすいサイズ感になって商品化されました。めちゃめちゃ迫力がありますよね。全体的にあらゆるところがトゲトゲしていて、体中に触手が巻きついていてうごめいてる感じ、最高です。さらにこのマガタノオロチはマガオロチの生態の姿なんですが、よく見るとマガオロチの首が巻きついているんです。進化してきたっていう感じが伝わってきますよね。さらに凶暴化されています。ウルトラマンオーブのソフビと並べて遊びたくなりますね。バンマニ今日はウルトラマンのアイテムをたくさん紹介しました。楽しかった、はい、楽しかった。なんといってもクイズだね。 ありがとうございます。
目隠ししてさ、もうどんなウルトラ怪獣なんだろうって探ってるんだけど、うん、こう触ってるだけでさ、こういろんなゴツゴツ感だったり、うん、目で見てないからこそ分かる、なんかその造形の細かさみたいなのがあって、ね、うん、わ、なんか新たな魅力を感じられた気がする。間違えちゃったんで、うん、修行します。そうだね、はい、うん、そしてアクションフィギュアもたくさん紹介してきました。可動箇所めちゃくちゃあるから、いろんなポージングできて、今もさ、めっちゃかっこいいポージングになってるじゃん、うん、いや、ほんと楽しかった。あとさ、個人的にちょっとめちゃくちゃ盛り上がったのが、このさ、ゾフィーのブラザーズマントですよ。いや、ようやくね、付属されたっていうのがね、うん、めちゃくちゃ感動しました。ウルトラ6兄弟に着せたくなりましたよね。ね、写真撮影も楽しかったしね、うん、いろんな写真も撮りたくなるよね、うん、なんか他に発売されてるウルトラアクションフィギュアと組み合わせて撮っても楽しそうですよね、うん、ね、ぜひ皆さんもクイズで遊んでみたり、ウルトラアクションフィギュアでかっこいい写真を撮ってみてください。今日私たちが写真撮影で使った背景シートはワンダースクールからダウンロードすることができます。概要欄からチェックしてみてください。ウルトラアクションフィギュア特空機2号ウィンダム、ウルトラアクションフィギュアウルトラウーマングリージョ、ウルトラ怪獣シリーズ193ペギラ、ウルトラ怪獣シリーズ194マガタノオロチは現在発売中です。ウルトラアクションフィギュアウルトラマンジャック、ウルトラアクションフィギュアゾフィー、ウルトラ怪獣シリーズ195ピット星人ピンクバージョン、ウルトラ怪獣シリーズ196ピット星人オレンジバージョンは5月27日発売予定。ウルトラマンニュージェネレーションスターズはテレビ東京系にて毎週土曜朝9時放送中。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。